お待たせいたしました。東京ドームです。読売ジャイアンツ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するカープの先発は右の大瀬良。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の菅野、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、先頭バッターは野間。第1球、真ん中見逃してストライク。まずは入れてきました。第2球、投げた、真ん中ストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、外角低め、外れてボール。投げました、あっと引っ掛けた、これはセカンド真正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番宇草。第1球、投げました、外れた、ボール。投げました、見送ってボール。第3球はボール。投球これから4球目、ストレート見送ってストライク。ここは1球見送ります。次は5球目、投げました、打ちました、セカンド左へのゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番菊池。第1球、投げました、変化球ストライク、外角高め。1球目空振りから、投げた、打ちました、三遊間へのゴロ。坂本取った、ボールはファーストへ、アウト。スリーアウトチェンジ。菅野、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターはマクブルーム。第1球、投げた、打った。第2球、投げた、打った。右中間へのフライですが、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番坂倉。第1球、1球目ストレート空振り。第2球、投げた、ストライク。これで追い込みました。第3球は1つ外してボール。第4球を投げた、打ちました、抜いていった。坂倉、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。第1球、投げました、初球フォークボール空振り。第2球、ストレートはボール。第3球は決まってストライク。次が4球目、ボール、外角低め。第5球、投げました、打ちました、キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球、投げました、スローカーブ、ボール。第2球、投げました、ボール。第3球はランナースタートを切った、打ちました、ヒットエンドラン。打球はショートの左、レフトからサードへ、小園、ナイスバッティングです。ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第1球、初球空振り。第2球、投げました、インコース高めストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。投げた、ボール。
第4球を投げた、打ちました、1・2塁間へ、セカンドこれは守備範囲内、菅野取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。菅野2アウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは立岡。第9球投げた、初球打った、ダイレクトフェンスに当たった、立岡一気に2塁へ、立岡ツーベースヒットを放ちました。バッターは8番小林。第9球投げた、ボール肩越しにランナー見た、打った、アルボール。第3球を投げた、3球目空振り、追い込んでから投げました、ボール。第5球投げました、外れた、ボール。投げました、追っつけた、スタンドに入りました、ファール。第7球を投げました、空振り三振、高めの変化球にやられました。バッターはピッチャー菅野。第9球カットボールはボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、4球目ストライク。さあ5球目、おつけて打った、マクブルーム自分でベースを踏んでアウト。ジャイアンツなおもちゃカープ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー大瀬良。第9球低め際どい、ボール。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、見送ってストライク、追い込んで投げた、ボール。第5球投げました、アウトコース低め、空振り三振。最後は直球、力でねじ伏せました。第9球投げました、ストレートはボール。第2球ボール、高め。第3球を投げました、3球目空振り、147キロストレート。第4球を投げました、低めボール、抜けました。第5球投げました、打ちました、レフトへのフライになった、レフトバックして掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番宇草。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げた、初球空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げた、ボール。投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば同点だ、さらに伸びていく、ライトを見上げた、ホームラン、同点ホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは3番菊池。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球打ちました、ファール。初球ファールから第2球投げた、ボール、アウトコース高め。投げた、ボール。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、打った、当たり損ない、岡本ボールを取る、一塁送球アウトです、一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。
3回の表が終わって1対1、ジャイアンツこの回1点奪われ同点とされています。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターはマクブルーム。第1打席はライトフライに倒れています。外ボール。さあ次の投球、投げました、インコースボール。第3球は3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、打った、フラフラっと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番坂倉、これが2度目のバッターボックス。第1球投げました、低め、ストレートは外れてボール。投球これから2球目、打ちました、センター前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番上本、第1打席はファールフライに倒れています。投げました、おっつけて打つ、1・2塁間への当たり、あっと抜けた、上本いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは7番小園、今日2度目のバッターボックス。第1球投げた、ボール。投球これから2球目、投げた、ストライク、少し意識しすぎたか。投球これから4球目、打ちました、ヒットエンドラン、三遊間の当たり、レフトからサードへ、小園ナイスバッティングです。ジャイアンツピンチを迎えます。バッターは8番中村、ジャイアンツ一打負け越しのピンチを迎えています。投げた、初球から打ってった、ファールボール。第2球投げた、スローカーブ、ボール、低め。第3球を投げた、流し打ち、どうだ、スタンドに入りました、ファール。さあ4球目、低め、直球は外れてボール。投球これから5球目、打ちました、打球はライト右へ、これはヒットになります、ライトバックホーム、ジャイアンツリードを奪われました。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、大瀬良、第1球投げました、打ちました。第2球低め、際どい、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、4球目ストライク。さあ投球は5球目、打ちました、1・2塁間のゴロ、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって2対1、菅野この回さらに1点を失いました。さあ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー3塁という場面で立岡、第9ジャストミート、破った、ジャイアンツ追いつきました、2対2。さあ先ほどの同点の場面です。右バッターボックスは8番小林、今日の第1打席はスイングアウト。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9投げました、スプリットはボール。第2球一塁ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン、レフト交代、ヒット、立岡二塁決定、三塁へ、ショートから二塁送球、ジャイアンツ1点リードを奪いました、3対2。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。カープこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは野間、今日はセカンドゴロとレフトフライ。投げました、アウトロー、スローカーブ外れてボール。第2球投げた、空振り、タイミング合いません。第3球打ちました、第4球を
投げた、打った、吉川掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番ウグサ。第1球打ちました、ファール。第2球投げた、ストレート空振り。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファースト右。中島ボールを掴んだ、菅野取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、ボール高め。投げました、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、ボール。投球これから5球目、アウトコース低め、ボール。投げました、打った、右中間のフライ、ヒット。ボールが転がる、打ったバッター一気に二塁へ向かう、二塁タッチセーフ。菊池、いいバッティングを見せました。ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。バッターは4番マクブルーム。今日はライトフライとファーストフライ。投げました、ボール。さあ次の投球、ストレートはボール、内角へ。投球は3球目、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。2塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、2塁はセーフ。第5球投げた、5球目空振り。第6球を投げた、打った、サード、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。菅野ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。5回の表が終わって3対2です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは坂倉。第1球初球フォークボール空振り。第2球低め外れてボール。第3球を投げた、ボール。投げた、ストライク。次は5球目、投げました、ボール。次の球がラストボール、投げました、打ちました、レフトへの当たり、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番上本。第1球投げました、ストレートはボール。第2球投げました、外を際どい、ボール。投球は3球目、投げました、ボール、インコースへ。第4球を投げた、ストライク。さあ投球は5球目、投げた、打ったに当たりだ、あっと右中間、どうだ、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。中継、上本ツーベース。菅野降板、左の今村、今日2番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ここまで2安打の小園。第1球打ちました、初球打ち、左中間へのフライですが取りました、ランナー2塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。中村翔成に代わりまして松山、背番号。第1球投げた、ストライク、まずは入れてきました。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、膝元外れてボール。
次は4球目投げた、ボール。次は5球目投げました、打ちました、ファールボール。第6球を投げました、打った、痛烈な当たり、掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。二塁ランナー上本残塁に終わりました。6回の表が終わって5対2です。さあここは守備を変えてくるようです。6回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは立岡。第9投げました、初球空振り。第2球投げました、インコース引っ張った。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。さあ4球目打ちました、いい当たり、レフト下がった、破った、立岡一塁蹴って二塁へ、立岡ツーベースヒット、今日これで3打数の3安打。大瀬良降板、左の森浦今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球見送ってボール。第2球打った、引っ張った、ファール。第3球を投げた、打った、切れていきます、ファール。次が4球目投げた、サークルチェンジャー、ボール。次が5球目投げた、打ちました、引っ掛けた、ショートの後方フラフラっと上がっている、ショートを掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、ボール。第2球投げた、アウトコース空振り、投げました、ボール。投球これから4球目、アウトローを見送ってストライク。第5球投げました、打った、いい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、立岡3塁回ってホームへ、アウト、タッチアウト、ツーアウトランナー1塁に変わります。今村降板、マウンド上ピッチャーは桑原、今日3番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、ボール。第2球投げました、打ちました。投球はこれから3球目、インロー際どい球、ボール。投球これから4球目、引っ張った、ファールボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げた、打ちました、抜けた、相澤いいバッティングを見せました。桑原結局アウトを1つも取れずに降板。左の高梨今日4人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、内角外れて、ボール。第2球打った、ファール。第3球を投げた、打ちました、追い込んでから。第4球をスライダー、ボール。次は5球目投げた、インコースのボール左へ、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファール。投げた、打ちました、引っ掛けた、これは内野へのフライダー、高梨余裕があります。高梨取りました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球ボール。第2球投げました、流し打ち、切れていきます、ファール。第3球を投げました、インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、低め、ボール、抜けました。次は5球目、ボールがすっぽ抜けました。第6球を投げました、おっと当ててしまった、うぐさ、どうやら痛みを訴えたため現在ベンチで治療を受けているようです。今ベンチから出てきました、プレーに戻っていきます。高梨降板、右の堀田今日5人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球外れた、ボール。
第2球投げました。渾身のストレート空振り。投球はこれから3球目。外のボール球打った。ライト前進してくる。ヒット。相澤一気にホームへ。ホームイン。カープ点差を2点に縮めました。先ほどのプレーです。バッターは4番マクブルーム。今日はここまで3打数ノーヒット。投げた。外れた。キャッチャー二塁送球間に合う。セーフ。二塁はセーフ。ランナーを進められてしまいました。第3球を投げた。外角高めいっぱい。ストライク。追い込んでいます。ボール。第5球投げた。空振り三振。ボール球で仕留めました。さあリプレイです。堀田降板。マウンドに上がったのはヘイナイ。厳しい場面での登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた。打ちました。第2球ボール。第3球を投げた。ストライク。投球これから4球目。打った。打球はサードの左。アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。7回の表が終わって5対3。カープあと2点を追いかけます。ケムナ結局一つのアウトも取れずにマウンドを降りまして、左の森満塁の場面での登板です。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げました。見送ってボール。第2球投げました。見送ってストライク。投げました。打った。掴んだ。これでワンアウト。ヘイナイ降板。ここでマウンドに上がったのは伊能。今日7人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました。決まってストライク。第2球このボールも空振り。第3球を投げました。低めボール。抜けました。投球これから4球目。低めの球見逃し三振。第1球初球外れてボール。投球これから2球目。ボール。第3球を投げた。3球目空振り。少し意識しすぎたか。第4球を投げた。打った。左中間へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは8番松山。第1球投げた。見送ってストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから投げた。スプリットはボール。外角へ。第3球を投げた。打ちました。第4球を投げました。ボール。内角へ。第5球投げました。ボール。第6球を投げました。ストライク。見逃し三振。伊野最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって6対3です。伊野降板。そして最後は守護神の大勢。ジャイアンツこれで全ての投手を使い切りました。今日は配球にも注目したいと思います。第1球投げました。外れた。ボール。投球これから2球目。打ちました。あっと引っ掛けた。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。打順は1番に帰って野間。第1球投げました。アウトコース高め。ストライク。第2球ストレートはボール。第3球を投げた。打ちました。内野ゴロ。岡本取った。サードから一塁送球アウト。あと1人。
左バッターボックスは2番宇草。ジャイアンツここは何としても抑えたい場面。まっすぐ見送ってストライク。いきなり154キロ。投げた高め、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、ボール。投げた、打ちました。吉川交代、落下点に入りました。セカンド掴みました。試合終了です。ジャイアンツ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。